フットボールファンの皆さん、こんばんは。インターナショナルカップ準決勝、日本対ブラジル、ルイ・ミセスタジアムよりお届けしてまいります。決勝までの道のり、準決勝を制した者がその栄光の舞台に駆け上ります。さあ、選手たちがピッチの上に現れました。日本国国歌お聴きいただきます。続いてブラジル国歌です。スタジアムは超満員。サッカーの女神、どちらのチームに微笑むのか。これをものにすれば、あとはファイナリストの称号が与えられます。今前半キックオフになりました。インターナショナルカップ準決勝、日本対ブラジル、勝ち点勝負ではありません。生きるか死ぬかの決勝トーナメントです。負けたら終わってしまう分、主導権をどちらが握るか、ベンチワークも含め、そういった駆け引きが勝敗を左右すると思いますね。つながります。ヘッド、クロスに合わせてというシーンでした。長谷部、渡ります。これを拾う、いい、センターライン付近一旦下げて、長友へ、上げられるか。仕掛けたいですね。シュート、これはわずかに右でした。素晴らしいシュートだったんですけどね、ここは枠に行きたかったですね。この個人個人のファーストプレーっていうのは緊張感ありますよね。フィリップ、ボールを下げてリズムを作るか。このボールはキーパーがキャッチします。前半13分です。アドリアーノ、打てるでしょうか。中央駆け上がっていく長谷部、目まぐるしいパスの交換です。清武、これは抜けませんでした。日本は勝たなくては夢の舞台への切符手にすることができません。なんとかコーナーへと逃れます。高さで勝負してくるんじゃないでしょうかね。どうだ、ダイレクト、
ダイレクトでのシュートでした。ジャストミートしていましたからね、コースさえ良ければっていうシーンでしたね。惜しかったです。これをインターセプト、カズシュート、ゴール、右足一閃。ブラジルから先制です。長い距離振り抜きゴール、素晴らしい。この距離から迷わず打ってゴールを決めてしまうわけですからね。見事でしたね。さあ日本先制ゴールを決めました。1対0。やはり中心の選手が決めていくとチームも来ますからね。フィリペ、さらに返す、前を向くことができるか。中央からつながっていく、エリア内入る、いやー来た、ゴール決まった。立て続けに得点が決まります。シュートまでのドリブル見事でした。ただ突破するだけでなくてきっちり決めてくるところが素晴らしいですよね。今日2点目のゴールです。さあ日本さらに1点を追加し2対0としています。いや個々のパフォーマンスが非常に高いので連続してゴールが生まれてますよね。スペースを狙ってきます。この後ですね、打った、わずかに右へ逸れました。シュートコースは悪くなかったんですけどね、ちょっと枠に行きませんでしたね。すでにこの試合で2ゴール決めています。ドルテ、パーン、パスがつながっていく、さらに前線へと行きたいところ、長いボールを浮かしてきた、ここ勝負どころですね。ここはクリアします。フィリップシュート、かろうじてセーブ。こういった取り戻すためにね、ただゴールに攻めるだけではなくて、その攻め方みたいなのがね、あれアイデアとしては必要ですね。さあ前を向く、決めないですね。シュート、ゴール、試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。素晴らしいパスワークからのゴールが生まれました。回している選手同士でこうメッセージのやり取りというかね、誰がフィニッシュするのか、そのためにどうやってつないでいくのか、この辺のプロセスを共有しているからこそ生まれたゴールじゃないでしょうかね。当然ハットトリックということになります。絶好調ですよね。さあ日本3対0と差を広げています。まあ1点取った後またさらに追加点、こういった意味では狙いとしては最高ですよね。サイドのスペースを使います。フェリペ・メロが呼んでいる。前線へ、ここから展開できるか。サイドのスペースを使います。これはオフサイドです。前線へのボール、アドリアーノ、
宮市中央行けるか。もう仕掛けますかね。これもかわしていきます。そのまま打つ。シュートは枠には飛びませんでした。ドルテ、フィリペ、ファールです。フリーキックのチャンスになります。さあ誰に合わせてきますかね。いいボールだ。ここは一旦切ります。コーナーキック。前半最後のセットプレーになるのか。上げる。ヘッド。さあ準決勝、まずは前半の45分を終了します。誰が予想したのか、前半で3対0。さあ北澤さん、前半の印象をお聞かせください。日本としては強豪相手に前半でこれだけの点差をつけることができたわけですから、ここまでは大満足でしょうね。後半はこのリードをしっかり守っていきたいですね。はい、ありがとうございます。さあ前半を終了して準決勝、さあ決戦、決勝の扉を開けるのはどちらのチームなのか。日本が3対0とリードして折り返します。さあ後半すでにスタートしています。どうする、どう攻撃を組み立てるのか。本田へパスは通りません。決めろ。いいボールだ。当たります。このループシュートは打ち上げてしまいました。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。まずハットトリックを決めています。4点目はあるんでしょうか。ドルテ、ボールは渡る。ドルテ、ここはカットされる。駆け上がります。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。日本としてはまずは前半のリードを守り切るというところが最優先でしょうね。その中で隙を見て追加点を狙っていくという感じだと思いますけどね。シュート、狙いしましたんですがヘディングに決まりません。話しておきたいという気持ちがこれを見てますよね。ドルテ、カット左サイド。ブラジルとしてはどうしても中央を崩したいならサイドで持って引きつけた方がいいですよね。上げるか。長友、切り込めるか。エリア内に入ってくる清武。さあシュートか。今日4点目かというシーン。柔らかいボール、つながりません。清武、こっからどう出ますかね。さあ展開があるか。これはシュートレンジ。さあどうだ、1対1。クリアします。スライディング、パス、さあパスを受けてこれを拾ってもう一度攻めます。もう一度抜けてくるか。打てそうだ。こぼれた。シュートは弾かれますがコーナーキックのチャンスへと続きます。メンバーチェンジがどうやらあるようです。上がる、ヘディング、ナイスブロックでしたね。一瞬決まったかと思ったんですけどね。このヘッド、よく割れませんでした。
まあ、ディフェンダーがしっかり寄せてましたからね、狙い通りのシュートというのはなかなか難しいですよね。立て続けに選手を入れ替えてきます。中央からここまでご覧になっていかがですか、七海さん。ブラジルとしては前線に配球するんですけど、動き出しのタイミングがちょっと合ってませんよね。ボールをコントロールする本田へ、右が上がっていく、右サイド上がっていく、渡ります。バックパス、ここでファールです。フリーキックに変わります。さあリプレイです。嫌な位置からのフリーキックです。いや絶好の位置ですね。直接打ち上げてしまう。さあサイドのスペースへボールを受けます。エリア内に入ってくる、どうだ、シュート、ゴール。日本容赦ない一発。直前のドリブル素晴らしいものがありました。シュートの技術もそうですけど、ドリブルでしっかり突破していくっていうところが素晴らしいですよね。これで今日4本目です。さあ日本圧倒的な強さを見せています。本田へ、香川、さあどう展開するか。中央待っているのは、今ダイレクトで上げてきましたけども、なかなかいいアイデアでしたね。この勢いならもう1点あるかもしれませんよね。打つ、こぼれた、一気に前線へ。さあ日本何も起こらなければ決勝へ進めます。残り時間は刻々と少なくなっています。これはラインを割りました。ロングシュート、上です。日本ワンサイドゲーム準決勝。さあ北澤さん、今日のゲームどうでしたか。日本としてはここまで戦い抜いてきましたけど、次はもうファイナルの一戦しかありませんから、そこで全ての力を出して。